こんにちは、イラストレーターの柏原商店ことパパンです。しばらく YouTube チャンネルを放置してたんですが、ようやくこの度、体制が整ったので、イラストレーターパパンの日常としてまたチャンネルを再スタートします。柏原商店ってどんな人って興味を持ってくださった方は、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ホームページやブログ、 SNS などフォローしてみてくださいね。この YouTube チャンネルでは、イラストレーター歴15年の僕から、主にイラストレーターになりたい若い世代や、イラストレーターの仕事に興味のある方に向けて、経験を踏まえた情報をサクサクっと発信していきます。またパパンの好きなものづくり動画なども、そのうちイラストを交えて楽しく発信していけたらなと思ってます。では今回は第1回目として、イラストレーターと画家の違いについてお話ししていこうと思います。皆さんはイラストレーターと画家の違いってわかりますか？画家とイラストレーターは知ってるけど、その違いがよくわからないって方は実は結構いるんじゃないですかね。で、今回はそこをね、わかりやすく簡単に説明します。まあ、細かく言うと、まあいろいろあるんでしょうが、簡単に言うと、絵を描く動機がどこにあるのかで変わってくると僕は思ってます。例えば画家の場合は、自身が描きたい絵が先にあり、その絵をお客さんに気に入って、まあ、買ってもらうことで商売が成り立ちます。一方、僕たちイラストレーターはほとんどの場合、必ず依頼主がいて、その依頼主に絵の発注を受けることで、逆に絵を納品することで原稿料をもらって生活しています。ただね、画家の中にもイラストレーターのように依頼されて絵を描くこともあるし、イラストレーターの中にも自身で描いた絵を、まあ、売ることで生計を立てている作家もいるので、近年ではその境界線もちょっと曖昧になってきてますね。生活や活動の場も多様化しているので、多くの作家は自分の活動の中心をどこに置いているかで、まあ、肩書きを決めてるんじゃないかなと思います。まあ、細かく言うともっとあるんでしょうけど、こんな感じでざっくり分かったかな。ではね、次回はイラストレーターの具体的な仕事の内容についてお話ししますね。じゃあ今回はこのくらいで。じゃあまたねー。